さあではですね、前回の続きですが、第一次世界大戦後の東アジア、まあ、中国を中心にそこに、日本を絡めながらですね、見ていきたいと思います。中国では最後の王朝である清が滅亡した後に袁世凱という人物が権力を握るんですが、彼が死亡した後は中国各地にはですね、軍閥っていうんですけども、まあ、地方の軍事勢力がバラバラな状態に、バラバラに支配する状態になっています。またですね、多くのヨーロッパの国々なんかが、まあ、特にこう日本やアメリカも含みますけども、中国各地に権益を持っていて、反植民地状態になっていたわけですね。で、まあ当時この状態を何とかしようということで三民主義を掲げていた孫文という人物がいました。で、孫文は1919年に中国国民党という政党を作るんですけども、その2年後に成立した中国共産党と国共合作というんですが協力体制となってを作っており、彼らがですね、何とかこの軍閥を倒して外国勢力を追い出して中国を統一しよう、中国に共和国を作ろうというふうに考えてたわけです。ところが1925年3月に、この中国国民党の創設者である、孫文、大先生がですね、亡くなることになります。これ多分ね、最後胃がんですね。あのね、もう胃がんが進んでね、触ってがんが、ここにがんがあるっていうふうに分かるぐらいひどかったらしいですね。で、この孫文亡くなる時の遺言が、現在革命なお未だならずっていうね、有名な言葉がありますけども、とにかく亡くなります。で、今ですね、孫文の墓っていうのは、国民党のですね、まあ、なんていうかな、本拠地だったですね、南京にですね、孫文の墓が残っておりまして、私も行ったことあるんですけどもですね、すごいでかかったです。本当皇帝の墓みたいに、巨大な墓でして、いろんな中国人の観光客もですね、たくさん来ていますし、で、これ階段を上がる途中にですね、ちっちゃい門があるんですよ。その門の上のところにあんまり目立たないんですけど字が書いてあって、これがですね、民族民権民政の三民主義がですね、そのまま書かれていて、これ世界史勉強してると分かるところなんですが、現在も中国の、これは台湾でもそうなんですが、英雄となっています。で、彼が亡くなった後にじゃあ、国民党どうなったんですかと言いますと、江戸軍官学校というですね、革命軍を作る、学校があったんですけども、そこの校長でもあった、これちょっと漢字難しいですので、ちょっと注意していただきたいんですけども、ちょっとよく見えなかったら調べてください。蒋介石という人物がいまして、この蒋の字がすごい難しいからね、ここは U じゃないから、2つ、2本書きますので、ちょっと、苦手な人は調べてほしいんですけども、蒋介石が事実上の後継者となりまして、この江戸軍官学校の出身人物を中心に、国民革命軍というものを組織します。そして、この江戸軍官学校があった中国の南部広州にですね、広州国民政府というのを設立していきます。で、ここで皆さんも3年生だったら、正直言ってこれで広州国民政府、じゃあこれ広州の場所分かりますか？これ分かんないとまずいですね。ちょっと簡単に地図を書いておきましたけども、広州は中国の南の方で、今香港、マカオに非常に近いですけども、ここに、蒋介石の拠点ができるわけです。ただね、これ教科書レベルだとこれでいいんですけども、蒋介石がね、完全な後継者かというと実はそうでもありません。この後の展開の中で徐々に蒋介石が完全な後継者になっていって、当時はですね、一番かというとそうでもないぐらいの立ち位置にいました。で、この蒋介石はですね、この孫文の死の翌年、そうだ、一個忘れてた。この国民革命軍のね、博物館っていうのが今台湾にありまして、行ったことあるんですけども、面白かったですね。人形が置いてあったり、当時の銃のレプリカが置いてあったりしてですね、台湾の台北に、ありますので、国民革命軍博物館ってめちゃくちゃ渋い、ほとんど日本人行かないと思うんですが、台湾に行くことがあったらちょっと見ていただきたいと思います。すいません、話がずれました。そしてその翌年ですね、蒋介石は北方の方にいた地方の軍事勢力である軍閥を倒してですね、中国を統一するために北伐というのを開始していきます。これ何とかあるんですが、世界史の教科書レベルではこの一発で構わないと思います。当時の地図を見ていただけると、各地にですね、これ名前覚えなくていいんですけども、いろんな人の名前が地方に点々とあると思います。これが軍閥を率いる連中で、中国が非常に分裂
別状態だったということが分かると思います。で、この北伐によってですね、まあ、この甲州からちょっと書こうかな、この甲州からこう北上を起こしていくわけですよ。で、北上をしていくと、江南地域の大都市であります、例えば長江下流域の南京とか、さらには当時の大都市ですね、今でもそうですけども、上海、この辺りのですね、占領に成功します。ただし戦争というのは当然ですけども、お金がすごいかかります。じゃあその、資金的な援助は誰がしてたんですかというと、こういう援助がいるんですね。これはですね、人命というよりは、まあ、資本家集団なんですが、石膏財閥というこの南京上海あたりで、非常に資金力を持っている資本家の連中がおりまして、そいつらからですね、支援を受けることができました。これなんでかというとですね、ちょっとこれで系図を書いておいたんですけども、実はこの石膏財閥の連中と蒋介石っていうのは親戚関係にあったんですね。石膏財閥の、ちょっとこれメモっとくかな、石膏財閥の、まあ、代表する人物、創始者とも言っていいんですけども、創始文という、これ名前出ません、創始文というやつがいるんですが、この創始文のですね、娘が3人いるんですよ。で、その、これ、宗家の三姉妹です、有名なんですよ。この創始文の3人の娘のうち、1人がですね、実は孫文の奥さんで、1人が実は蒋介石の、奥さんなんですね。ですから蒋介石からすると、まあ、義理のお父さん、奥さんのお父さんがこの財閥の人でしたので、まあ、そういう関係から資金援助を受けやすかったんですね。ただし1個条件があるというですね、この財閥が資金援助をしてやると、北伐の金出してやると、ただしお前らの中にちょっと、まあ、なんていうのかな、都合の悪い連中がいるっていうですね。誰だと思います？どういう連中か。これ何かというと共産党員ですね。前の講習のところでやりましたが、孫文の時代にですね、連祖陽教、婦女公能といって共産党員を中に引き入れております。これは国共合作、第一次国共合作と言いましたが、共産党員がたくさんこの国民革命軍の中にいるわけですよ。ところが、これは共産党というのは最終的には資本家を打倒することを目指している連中ですから、共産党員とこの石膏財閥の資本家の連中というのはもう180度立場が違う連中なんですね。ですので、こいつらからすると、まあ、金は出してやってもいいと、親戚関係ですから。だけど前たちの中にいる共産党員なんとかしろというふうに言うんですね。で、蒋介石は、まあ、それに乗ります。まあ、彼自身も、共産党の力を恐れていたと言うんですが、1927年ですね、突如、上海で、共産党員を一斉逮捕、虐殺、するという。これはね、調べるとね、ちょっと処刑シーンとか出てきて危ないんですけども、いわゆる上海クーデターというのを起こすことになります。まあ、これにより、孫文の時に成立した第一次国共合作は崩壊、まあ、国共分裂、国民党と共産党は仲たかいと。ということになります。まあ、これによりですね、資金援助を受けた蒋介石は北伐を進めていきまして、同じ年にですね、今度はかつて中華民国を作った南京を占領、南京に、南京国民政府というのを作りまして、まあ、これ蒋介石以外にも国民政府の実力者がいまして、当時武漢っていうね、長江中流域、武漢って最近ちょっとね、いろいろあって有名になりましたけども、この武漢にですね、国民党の左派の、王朝明というやつが別の政権を作ったんですが、まあ、それも九州合併合流する形で、まあ、これで完全にですね、蒋介石がこの国民政府、国民党の完全な権力者になっていくという状況ができたわけです。さあ、この状況、国民党の蒋介石がだんだん力を増していくという状況を、ちょっとこれやばいなと思っている、国があるんですね。どこかといったら、我が国、日本になるわけです。当時日本はですね、国民党が北伐によって中国全土を支配していく中で、自分たちが中国に持っていた権益を、失うことを恐れていきます。特に、この北伐がですね、このままずっと上がってきて、この半島ですね、ここ。この山東半島、
山東半島に、これが近づいてくると日本は焦ります。まあ、山東半島というのは当時日本が支配していた韓国朝鮮半島のすぐ対岸ですし、21箇条要求で、ドイツから権益を奪おうとしていたところですね。まあ、非常に日本にとっては、失いたくない場所なんですよ。でそこに国伐軍が迫ってくると、これを取られちゃまずいということで、まあ、当時日本は田中義一という人が首相だったんですが、ここに出兵をしまして、山東出兵というのを行って、まあ、ちょっとした事件、災難事件というですね、軍事衝突まで、起こしています。ただし、北伐の蒋介石はですね、これをうまくかわして、ちょっと迂回する感じですね、迂回してですね、さらに北伐を進めていくと、いうことになります。で、当時日本はさらにですね、中国の東北部、まあ、北京がここです。北京よりもさらに北の方ですね、中国の東北部の方に、実は、影響力を伸ばしてまして、3つの省を合わせて、東三省っていうふうに言ったんですね。で、この東三省のことを全部まとめて、一般的には満州と言います。この満州という地域を、に日本はこの朝鮮半島のすぐ北ですから、影響力を持とうとしてたんですね。でどうやって持とうとしたかというと、この日本はですね、この東三省の満州を拠点として、当時は北京も、支配していた奉天軍閥という軍閥があったんですね。で、これはですね、奉天ってどこかというと、奉天ってここです。現在は、瀋陽というね、町の名前変わってますけども、この奉天を拠点にして、当時は北京、軍閥でも、例えば難しい話するんだけど、断気髄の暗記派とかね、五配布の直令派とかいろいろあったんですよ。ちょっと難しいところで、本当マーチでもかなり難しいレベルですけど、そいつらを倒してですね、当時この奉天軍閥の名前書いておこうか。張作霖というやつがいまして、こいつを日本が背後から操ることで中国を支配しようみたいな風に考えてたんですね。わかります？張作霖というのがこの辺にいて北京も支配していて、それを日本が黒幕みたいにこれ操ることによって中国を支配しようというふうにしてたわけですね。でこの張作霖って何者かっていうと、もともとは、ね、盗賊みたいなものです。アヘンの密売人とか、まあ、日露戦争がなんかをきっかけにね、ちょっと日本の 軍とつながってですね、それで、ちょっと日本と関係があったことでそういう支援を受けてたらしいんですよ。ところがこの北京を支配していた張作霖がですね、蒋介石のこう北伐軍と戦いまして負けちゃうんですね。蒋介石の北伐に、この張作霖が負けます。これ日本にとってはどういう状況？これ良くないですよね。日本が操ろうとしていた張作霖が蒋介石に負けてしまった。このまま来たら、蒋介石に日本の権益が全部取られてしまう。まずいぞ。じゃあどうするってことになった時に、こうなんですね。1928年に日本は、まあ、中国東北満州のもう直接支配。張作霖が負けたんだったら、もう俺たち自身で自分たちで行くしかないっていうので、直接支配、支配を狙います。そうすると、これまだ負けたけど生きてますから、北京を失ってますけども、奉天のところを拠点としてまだ張作霖いますから、邪魔になるんですよ、この張作霖。どうすると思います？どうするかって言ったら、消すんですね。日本は中国東北部の直接支配を狙って、張作霖を消すことになります。これどうやって消すかっていうと、これね、ちょっと難しいんだけど、北京から、この鉄道がね、こう伸びてるんですよ。奉天に向かって。で、このね、これ両島半島って言うんですけど、両島半島からの鉄道が奉天に向かって伸びてるよね。それがね、奉天の駅の近くで、これ交差するんですよ。ちょっと難しいんですよ。俺ね、絵心ないからね、これ、ちょっと自信がないんだけど、電車がね、交差する箇所がこうあるわけ。わかるかな？ちょっと心配だな。こんな感じになってるんですよ。で、ここのね、張作霖が乗った鉄道、列車がこう、下の方を走っていくわけですね。で、走っていって、この上のね、上の鉄道のところに、爆薬300キロぐらいをね、仕掛けておいて、張作霖が乗った鉄道がこの橋のところに来た瞬間に、上をドンと爆発させたんですね。ですから、その後の爆殺事件の写真を見るとですね、これ上が吹っ飛んでるの分かりますね。で、上が吹っ飛んでますから、この上の部分に爆薬が仕掛けられてたのは分かると思います。
で、この時ね、あの調査員、これ朝の5時半にやったんですけど、調査員ね、まだ起きてたらしくてね、一説によると、これね、伝説の意義もあるんだけど、麻雀やったらですね、麻雀を徹夜でやってて、朝5時半ですよ。で、やってて、いい手を上がった瞬間にドンって爆発したっていう、そういう都市伝説があります。で、これ調査員即死しないでね、これ両手足吹っ飛ぶんですよ。両手足吹っ飛ばされるんですが、まだね、喋るらしくて、日本にやられたっていうふうに言ってたと言われてますが、まあ、その後病院に運ばれる途中で亡くなって、います。で、この事件はですね、何て言うかと言いますと、ここが、この事件を、これすごいストレートな名前なんですよ。張作霖爆殺事件。これを言うんですね。素晴らしくストレートな名前です。入るかな、大丈夫かな、あります、ちょっとすいません、字が汚くなっちゃったんですけど、張作霖爆殺事件というふうにこれを言います。で、私ですね、何年か前にこの法典、これ今は信用って名前ですが、ここに行ったんですよ。まあちょっとなんか感動しましたね。法典駅、ところに行きまして、ここがあのかつての南満州鉄道かと思いましたけども、そこに行きまして、でホテルもね、これ入ってね、当時日本が権益を持っていた時に作った旧大和ホテルのところにあえて泊まったんですよ。で、そこからですね、何をしたかっていうと、ホテルで地図を見てですね、このね、張作霖爆殺事件の現場に行きたくて、でもね、ガイドブック載ってないわけで、これね、一つヒントがあるのは、こう鉄道がさ、交差してるわけですよ。で、その鉄道が交差してる場所を、これ地図で探したら、まあ3箇所、この法典、現在の信用にありまして、で、これをね、街ブログで探したらね、なんとね、1箇所目で見つけました。一箇所目で、この、張作霖爆殺事件の現場に行きまして、これよく見るとね、橋桁がね、古いところと新しいところに分かれてて、要するに新しいところっていうのは、この爆殺事件の現場のところで、爆発して、亡くなってしまったので新しくしたんですね。ちょっと嬉しくて、やった、ガッツポーズしてる写真を撮りましたけども、実際にそこに行って、で、なんで分かったかっていうと、この事件があったということを示す、なんか、石碑みたいなのがそこに残ってたんですね。それで分かりました。で、しばらく見てたらね、現在もそこを鉄道がこれ交差するんですね。そのちょっとこの交差した瞬間は、感動しましたけども、この際、まあ、そういう事件がありました。で、この時日本は、さすがにさ、用済みになったから殺したっていうのが聞こえが悪いから、中国人のね、アヘン中毒者を3人ぐらい集めてきて、そいつ殺して、まあ、商売席の手の者がやったんだみたいな風にしようとしたんですけど、3人のうち1人逃げられるんですよ。で、逃げられて、どうも日本がやったらしいっていうのがバレるんですね。で、この時に、張作霖の息子がいまして、で、息子はね、張学良ってのがいるんですよ。で、この張学良ってどう思うかって言ったら、自分の父親が日本に殺されたって分かるんですから、これ当然ですね、張学良は日本に対して激怒します。ですので、まあ、それまで父親は戦ってたんですけども、自分の父親は日本に殺されたんだったら、まあ、日本敵ですので、蒋介石の国民政府側に張学良をついてしまい、まあ、じゃあ黄色い会社ついてしまい、一応これによって蒋介石の北伐は完成ということになるわけです。今でもですね、この張作霖、張学良親子の家っていうのが、満州の信用、旧法典に残ってまして、めちゃくちゃ豪華ですね。当時の軍閥の力の強さっていうのはよくわかりましたけども、言ったことがあります。さあ、これでですね、これ日本どうですか、状況的には。まずいよね。張作霖殺して自分たちが直接支配しようとしたのにそれがバレちゃって、息子は敵側についちゃった、中国の東北部満州も蒋介石の影響下に入ってしまった。まずいよね。どうするか、次に手を打つわけですよ。1931年、まあ、ちなみに28年もね、3年生だったらもう覚えた方がいいと思うんですけどね。1931年、日本のですね、関東軍というのがあるんですね。これもちょっと説明必要かもしれません。関東軍というのはですね、どういう軍かというと、朝鮮、半島がこれありまして、そのちょっと北西部に遼東半島というのがあるんですね。で、ここはですね、当時日本が持っていまして、この遼東半島とその方、北の方にね、法典を通過して南満州鉄道となるんですよ。そこを警備する日本軍のことを、関東軍って言うんですね。
まあ、この両端の先っちの方、大連って町があるんですが、そこを関東州というふうに言ったので、それにちなんで関東軍というふうに言います。で、この関東軍がですね、何をするかというと、奉天郊外で、自分たちが警備するはずの、南満州鉄道を自ら爆破します。自ら爆破しといて、これを中国軍にやられたって発表する。これ自作自演ですね。自演を打つという感じなんですけども、これね、実はね、大した爆発じゃありません。張作霖爆殺事件の時は、これ殺すのが目的だから、もう300キロでドカンってやりましたけども、これはなんつうの、口実が作れば、できればいいだけですので、軽くポンって爆発させただけで、爆発したんだけど30分後に普通に急行が通過してますから、多分ね、そんな大した爆発じゃないんですよ。で、これを中国軍にやられたと発表して、報復だということで、関東軍が、満州になだれ込みます。で、満州全域を、占領すると。いうことですね。すいません、1個書き忘れました。で、この自作自演の事件を場所を取りまして、龍城湖事件といい、この龍城湖事件を口実に、日本の関東軍が満州を占領したことを有名な満州事変。まあ、龍城湖事件からの一連の流れといったのかな。それを満州事変というふうに言うわけです。で、現在はですね、この龍城湖の場所には、博物館、まあ、日本の侵略に対する、まあ、中国の抵抗みたいな、そういうのを記念した博物館がありまして、私もそこ行ったんですけども、まあ、これ、中写真撮影禁止だったんですが、ちょっと私がね、中も面白かったんですけども、気になったのは、中国の子供たちがね、校外学習みたいな感じで来てたんだけど、その子供たちが着てる T シャツのね、この青春ってのは一体何なんだろうっていうのがね、ものすごく気になりましたね。で、これ青春 T シャツ、いいなと思ったんですが、結局そんなもの売ってなかったので、これ私が買ったのはですね、その博物館で、この、龍城湖事件記念 T シャツ。こんなの絶対日本人いらないですけども、それをですね、500円くらいで、買ってしまいました。やめてほしいですね。こういうのつい買っちゃうので、やめてほしいんですが、これによりですね、日本は、ついに中国東北部の満州を占領をすることになります。完全な侵略です。さあ、この侵略に対して、国際社会がどう反応したのか、日本がそれにどう対応したのか、さらに中国がどうだったのかというのをこの後また見ていきたいと思います。それではですね、満州事変の後どうなったかというところを見ていきたいと思うんですけども、満州事変の翌年にですね、1932年、日本人殺害事件を原因とする、上海事変というのが起こっております。で、これね、まあ、第一次第二次あるんですけども、世界史の教科書はもうこれ第一次なんですが、いわゆる上海事変といったらこれで、結構だと思います。で、これはね、教科書だと結構さらっと書かれてるんですけども、まあ、一般的にもその満州事変で、まあ、国際社会の注目が集まるのを、まあ、そらそうとしたっていうのがあるんですが、ただ、ね、失敗したよね。一種この日本人殺害も、まあ、中国人を日本人が雇った自作自演じゃないかという説もありますし、上海っていうのはやっぱりその欧米の疎開が、欧米のその権益がたくさんあるところですから、まあ、そこでこういう武力衝突を起こすっていうのは、まあ、欧米諸国が日本に対する目、まあ、視線が今厳しくなる一つの要因でしたよね。そして、満州事変を調査するために、国際連盟から調査団が送られてきまして、これはリットン調査団というふうに言います。イギリスのリットン卿を団長とする調査団が派遣されてくるんですが、まあ、この1932年というのはですね、まあ、こういう上海事変とかリットン調査団の派遣とか、あと5月にはですね、当時の、首相の犬飼剛が青年将校に殺されるって515事件というのもありまして、まあ、なんつうのかな、日本の政府ですらこういう軍の暴走をコントロールできない。満州事変の時も政府は不拡大だったんですよ、方針としては。ところが関東軍が暴走して勝手に占領するっていうことで、まあ、政府ですらコントロールできない状況、それを止めようとすると殺されるっていう、そういう状況が生まれてきてたんですね。で、このリットン調査団の報告が出る前の、ところで、日本はですね、占領した満州を一応ですね、満州国として、独立国家ですよ、これ日本の侵略はではないですよという形を取ります。首都は新疆というところで、現在長春ですが、ちょっとまあ難しいかもしれないですね。
で、関東軍はですね、この満州国を作った時に、そのトップ、まあ当時は執政と言ったんですが、それにこの太をつけます。これ覚えてます名前。前回のところで出てきたんですけれども、溥儀という人物を執政、まあこの2年後には皇帝にするんですが、溥儀何者かって言ったら、これ清朝最後の皇帝、宣統帝ですよね。まあさすがにもう大人になってましたけども、この宣統帝を担ぎ出してきて、満州国のトップに据えて、ただ実際の権力はありません。実権はなくて、お飾りとして、後ろから関東軍日本がコントロールするという、そういう状況に、あったわけです。で、それをですね、まあ、翌1933年に、まあ、国際連盟でこの立東調査団の報告が行われるんですが、それによってですね、まあ、日本は、満州から撤退しなさいという報告が出されます。まあ当たり前ですよね。で、これね、立東調査団報告ってね、完全に日本を悪者にしたっていう感じじゃなくて、撤退はしなきゃいけないし、満州事変というのは日本の自衛行為ではないというふうにされるんですが、満州における日本の権益が認められるんですね。だから、まあ、完全に日本が、に不利な状況ではなかったんですが、日本はこれを受け入れず、当時の大使の松岡良介っていう人がね、いたんですが、この人が国際連盟の総会から退場しまして、国際連盟から脱退をするということになるわけです。国際連盟を脱退したと。連盟をさらばって言ってね、松岡洋介は実はこれ帰ってきて日本で英雄になるんですけども、つい脱退をしてしまいます。さらには1933年には、熱火というところを、満州国に組み入れて、35年には河北省、これもね、北京のすぐそばです。北京のスレスレのところまで、占領しまして、これね、紀藤合共自治政府、ちょっとこれ難しいんですけども、ニュースには出たことありますけどね、そこを立てて、これも完全に傀儡、お飾りの政権です。自治政府共産主義から防衛するための自治政府を作りましたと言いながら、まあ、実際は日本が支配していると、そういう状況があったわけです。さらにはちょっとこれも細かいですが、ワシントン海軍軍備制限条約とか、まあ、ロンドンの軍縮条約からも脱退をしまして、まあ、完全に国際連盟の脱退に始まり、まあ、日本が国際社会から離脱をして孤立をしていくというそういう状況が生まれてくることになります。まあ、当然中国人の反日感情高まりますよね。まあ、当時に、上映されたある映画があるんですけれども、まあ、その映画の主題歌、これ義勇軍行進曲っていうのがあるんですが、これは調べるとですね、まあ、映画義勇軍行進曲っていうのが出てくるんじゃないかと思うんですけども、一種の反日映画というか、まあ、日本の侵略に抵抗して我々人民が、新たな頂上になろうみたいな、そういった映画なんですけども、その主題歌がすごい流行りまして、実はこれこそがこの義勇軍行進曲が後にですね、現在の中華人民共和国の国歌にこれがなっていくことになります。さらに日本はですね、この満州国に多くの日本人がこう移住をしまして、完全に植民地に、していくことになります。で、ね、南満州鉄道でね、特急アジアっていうですね、日本が、導入した最新式の、鉄道がありまして、実はこれも本当にくだらないんだけど、これがですね、この特急アジアで使われていた、特急アジアの食堂車で使われていたスプーンっていうね、これ南満州鉄道の満鉄のマークが入ってますけども、まあ、どうすんだってこんなの持ってて、それを一応持っております。そして、じゃあそれに対してですね、中国側の動きをちょっと見ていきましょう。上海クーターによる国境分裂後、国民政府は国閥を完成させて一応中国を統一、しています。そこで砲兵というですね、新たな、紙幣を発行する、これ平成改革というふうに言われておりますが、通貨を統一するんですね。それまでは各地の軍閥がバラバラにですね、銀行ごとに紙幣を発行しておりまして、これ、ね、実はね、当時の1930年に発行された紙幣ですね。これ珍しい縦書きの紙幣でして、孫文の肖像が書かれてますけども、それに対して、通貨を統一しまして、国民党蒋介石の下で中国を統一する、という感じが形が生まれつつありました。一方ですね、弾圧された共産党は、陳独秀がもういないですし、李大将も死んでましたので、誰がいたかというと、創立メンバーの一人であった、この人ですね、
毛沢東という人がですね、これ聖鉱山というんですが、そういう山のところに逃れてまして、皇軍というですね、共産党の軍隊を率いて、細々と抵抗を続けておりました。で、その後ですね、この毛沢東のところに共産党の残党勢力が集まりまして、ちょっと長い、中華ソビエト共和国臨時政府というものを結成して、一種の、残党政権ですね、共産党の。それを作っていきます。中華ソビエト共和国長い、臨時、政府ですね。中華ソビエト共和国臨時政府、で都はですね、厚生省のこれ読み方が瑞金と読みます。厚生省の瑞金という場所を拠点にして、作るんですが、瑞金どこかというとですね、この場所です。厚生省の瑞金、ここなんですね。これあれだから書いてあります。で、この瑞金というのがどういう場所かというと、あんまりいい場所じゃないですよね。なんでかというと、当然国民党とこれ、戦争状態なわけですが、国民党の本拠地である南京、南京がここにあって、もともと本拠地である広報軍官学校があった広州の方でしょ。そうすると瑞金ってさ、両側から攻められてですね、もう滅亡寸前まで行くんですね。そこでですね、一人名前書くの忘れた。ここ毛沢東をもう一回書いてますね。毛沢東を主席として、臨時政府が作られましたよと。で、国民政府はこの南京と広州からもう包囲するように攻撃をしましたので、このままじゃやばいということで、ここを瑞金を離脱します。で、離脱してどこに行くかと言いますと、これ読み方難しいんですけど、陝西省と言います。陝西省の延安というところに、大移動しています。瑞金からね、こんな感じ一回四川の方に行くんです。四川の方に行ってぐるっと伸ばれて、陝西省、これ山の中ですけども、延安というところに、逃れていって、そこを拠点に抵抗運動を続けていくことになります。でこれをですね、共産党の歴史では伝説的なものなんですが、朝鮮大戦線という場合もありますけどね、朝鮮というふうに呼んでるわけです。これ、ね、朝鮮ってね、共産党の歴史ではなんかもう英雄的行為みたいになってますけども、実際はほとんど敗走ですよ。攻撃されて逃げてるだけですからね。敗走状態で10万人ぐらい逃げるんですけど、着いた時にはもう数千人になってたっていうね、そういう悲惨な状況でして、1万2500キロ移動するんですね。ただしね、これ実はね、この調整っていうのはやっぱり意味もありまして、何かっていうとちょっと細かい想定レベルになるんですけど、この調整途上にですね、準備会議っていうのが1935年にあるんですね。で、この準備会議の中で、事実上この毛沢東がですね、完全に共産党のトップとして、地位を確立するのはこの調整の途中です。さらには、その途中もうちょっと移動したところでですね、1935年の8月1日に8日宣言というのを出すんですね。これ8月1日から8日宣言です。昔選挙でね、これハー宣言っていう、カタカナじゃないからね、漢字ですから、ハー宣言じゃないです。8日宣言ですよね。というのを出すんですけども、これ何かっていうとですね、これ我々中国人にとって、今敵は何ですかって言うんですよ。敵は何かって言ったら、日本の侵略じゃないですか。日本の侵略に対して国民党と共産党で内戦をしている場合じゃないでしょということで、内戦やめましょうと。内戦をやめて、抗日、日本に対して我々民族が統一して戦いましょうということで、抗日民族統一戦線というものを、結成呼びかけていくんですね。これちょっとね、難しい話、今は理解しなくていいんですけど、難しい話をすると、これ実はね、ソ連の方がそういう方針だったんですね。35年の7月に、コミンテルンがですね、人民戦線ということで、いわゆる、ファシズム勢力とかを倒すために、共産党は他の勢力とも協力しなきゃいけないということを言い出すんですね。ここちょっと難しい後にまたやるんですけども、それを受けてですね、蒋介石にもう内戦やってる場合じゃないでしょ、一緒に日本と戦いましょうっていうのを呼びかけます。じゃあこれ蒋介石はどうしたかというと、これねちょっと追加で書いておくんですが、蒋介石はですね、それを無視します。蒋介石はこれを無視。蒋介石何つったかというとですね、これ面白い言葉が残ってまして、蒋介石は、日本は今攻めてきてる、侵略をしてきてる日本は皮膚病だけど共産党は心臓病だったんですね。
つまり共産党の方が致命傷になりうるから我々は今共産党を先に倒すっていうんで、日本のこう、満州国は一旦置いといて、共産党への攻撃を続けるというそういう状況が続くことになります。ただこの81宣言を受けまして、それに共鳴する連中も実は蒋介石側にいるんですね。まあちょっといろんなことがあって日本を恨んでる人もいるわけですよ。まあそういうのもちょっと背景になりますので、今日はですね、かなりいろんな、前半から後半にかけていろんな伏線を張りましたので、まあ前回の講習と合わせてですね、しっかり復習をして勉強していただければと思います。あとこれちょっとおまけで、これ北京で買ったんですけど、これね、延安時代の若き毛沢東の 3D っていう、どっから見ても毛沢東がこっち見てくるってしょうもないもので100円で買ったんですけどね。もう本当にね、こういうのやめてほしいんですけど、つい買っちゃうんですよ。まあ、そのところで、一旦中国はですね、ここで置いといて、次回はですね、ちょっと目を移しまして、このアメリカの状況、第一次世界大戦後のアメリカ、いわゆる世界恐慌ですよ。そこのところにちょっと入っていきたいと思います。まあ、よく復習して、難しいところですから、勉強していただければと思います。ありがとうございました。